カシラ作動物、カシラ作動物、トウ作動物セファロコーダタは、一般にナメクジウオ、ナメクジウオと呼ばれる動物の一群で、脊索動物門、トウ作動物アモンに分類される、原始的な脊索動物である。ナメクジウオと総称されることも多いが、この名はこの類における、日本産の一種の標準和名としても使われてきた。脊椎動物の最も原始的な祖先に近い、 動物であると考えられたこともあり、生きている化石とされる。小型で、魚のような形態をした動物である。五作動物と異なり、石作を修正にわたって持ち、また、それが、体の前端まで伸びていることが特徴である。神経管も、先端付近まで伸びており、その体勢は、脊椎動物の基本的な体勢と、共通する。ただし頭部は分化せず、 骨格、軟骨を含めが発達しない点で、脊椎動物とは異なる。すべて解散で、訂正で不活発な動物であり、遊泳は可能だが、長く泳ぐことは、ほとんどない。小さな口で、デトリタスやプランクトンを食べていると思われる。死ゆ遺体で、優性生殖を行い、無性生殖はしない。妖精は一時的に、プランクトン生活をする。 その特徴に、脊椎動物との共通点が多く、しかも、無脊椎動物であることから、脊椎動物の進化を考える場合、この類は、最もそれに近いものと考えられてきた。そのためその観点から、多くの研究がある。ただし近年の系統研究からは、むしろおク動物の方が、脊椎動物とは禁煙であるとの結果が出ている。学名は、セファロが、で、 コードタが、積作を持つを意味し、つまり、頭に積作を持つという本群の特徴を述べたもの。和名は、その直訳である。この類の総称としても使われるナメクジウオは1876年、明治9年に遡る。文部省から、初等教育用の掛け図が発行された中に、ナメクジウオナメクジウオとして、所有積器動物中最不全なる者と、 説明があったという。ちなみにこれは日本でナメクジウオが発見されるより6年前である。さらになぜナメクジかについては、本軍の最初の種が1774年に発見された際、ライマックス・ランシーラタスとナメクジの一種として記載されたことによる。ちなみに、普段の欠けずにも、昔波獣難類のナメクジ属と、セリと説明がついていたという。なお、ナメクジウオは、 日本産の種である、ブランキーストがジャポーニカムの標準和名として、長らく使われていたが、総称としてのこの名の使用が多く、紛らわしいことから、東ナメクジオの名使われるようになっている。基本的には、左右総称の動物。体は細長く、左右から扁平で、前後が尖った魚形をしている。表皮は、口らかしており、半透明。 外部には目立った感覚器や突出部はない。最先端には以下にある光需要器が目点の形で存在する。背側の下半と腹側の出水口より、後方の円はヒレ状にやや隆起して、ヒレ小室と呼ばれる構造が並び、それぞれセヒレ、腹ヒレと呼ばれる。後方のヒレ、小室を伴わない部分はおヒレとして区別される。 先端部の覆面に口がある。覆面中ほどやや後方には出水口が開き、それよりずっと後方に肛門が開く。口はその周囲に短い突起が並び、これを外触手、外髭もという。これは、並んで口を蓋するように配置し、切字の時に異物が混入するのを防ぐ意味があると考えられる。外触手の基部は触手間膜でつながっている。口の後方には、 左右一体の量が走り、それらは後方に伸びてその終点に出水庫がある。頭部から尾部にかけて棒状の組織である、脊索を持つ。ナメクジウオ、カシラ作動物は、生涯にわたって、脊索を持ち続ける。脊索の背側に、神経索を持つ。神経索の先端は、脳質と呼ばれ、若干膨らんでいるが、脳として分化しているとは見なされない。 神経作の先端には、色素班や相伴細胞、ヨーゼフ細胞と呼ばれる光受容器を持つほか、神経作全体にわたって、ヘッセの逆上眼と呼ばれる光受容器がある。閉鎖血管系、数7を持つが、心臓は持たず、一部の血管が脈動することで、血液を循環させている。また血液には、呼吸色素がなく、無色である。 消化管は口に始まり、直線的に肛門に続く。陰頭は大きくて長く、側壁には多数のエラ列があり、全体は過去状となってエラ脳と呼ばれる。その部分の覆面の成中線沿いには内柱という構造があり、背面成中線沿いには喉は水がある。エラ列には規定膜が飛行してできた支持構造が備わっている。エラ脳より、 後方には肛門まで腸が続くが、その途中に分子があり、肝毛脳という。これは、先端が閉じた細長い袋状で、囲いエラ空の中で、エラ脳の右側を前に向けて伸びる。囲いエラ空は、腹部の大部分を占める。前は、口の後方から咽頭、エラ脳を包む形で後方に伸び、出水口より後方では、腸の右側に沿って伸びる。体側には、 筋肉が並ぶが、筋肉白の地型の大切構造を取る。その不足数は種を判別するのに用いられる。排出系は特殊な有関細胞で構成され、積削が穴から出て囲いへ楽に開く。生殖腺は腹部に大切のような形で並ぶ。体内に緑色蛍光タンパク質を持ち、特に頭部が明るく発光する。なお、この群の構造には、 脊椎動物のものに対応するところがいくつかあり、例えばエラノ脳にある内柱は、脊椎動物の甲上線にあたるものと考えられている。ただし、これが内分泌線として機能しているとの証拠は、まだない。また、下水体にあたるとされるものにハチック消化がある。全世界の暖かい旋回に生息している。ただし一種の実、ゲイコツナメクジウオは、深海から発見されている。 体全体を左右にくねらせて、素早く泳ぐことができるが、通常は海底の砂の中に潜って生活している。小屋などと同様、水中の食物をろ化することで接触している。エラ列は、水中の食物を、量、干し取る役割も果たしている。まず内柱が粘液を分泌し、これが、エラの全面に広がる。エラ列には、繊毛があり、これによって、 口から海水が流れ込むと、そこに含まれる、微小藻類などの微粒子は粘膜に吸着される。粘液はそれらを含めて腸に入り、それらの微粒子が餌となる。エラの大出た海水はそれを囲む空どころである、囲いエラ空に出て、その後方覆面に開く、出水口から外に出る。死有遺体であり、生死と卵を体外に放出し、体外受精を行う。 無性生殖は行わない。初期発生は、両生類のそれに類似する。周胚葉は、最初に典型的な超体鼓の形をとり、幻腸の前方から数体がくびり出されて生じる。が、その後方には、列体鼓の形で体を成して作られ、その後でそれらが繋がって、前後に伸びる一体の魔体鼓となる。は当初は、プランクトンとして成長し、体表に線毛があって、 これにより、接触しながら成長する。特に与えられた名前はないようである。妖精の体勢はほぼ生体と変わらず、形はより細長い。はっきり異なるのは消化系。特に陰頭が未発達であることと、囲いへ落空がないことである。妖精の口がまず体の左側に開く。エら列も左側の列が、覆面にまず開き、この時点では陰頭は外界に脱出している。 次に、右側のエラ、列を右の背面側に生じ、それから、陰頭の上、両側にしつぶができて、それが伸びて、陰頭を覆い、覆面で出水口を残して融合し、囲いエラ空が完成する。これに合わせて、口が下面に移り、生体の形になる。体の中心を貫く脊索と、その上に走る神経管、それに消化管の陰頭に、エラ、 列を持つことなどは、脊椎動物と共通する特徴であり、しかし骨格を発達させず、神経管が全端で脳を作らず、また、それを頭蓋が覆わない点で、脊椎動物とは異なる。かつては、このような脊椎動物と共通の特徴を持ちながら、無脊椎であるものを原作動物として一つの動物門にまとめ、しかし現在ではこれらすべてが単系統をなすものと、みなし、 まとめて、赤作動物として扱う。原作動物に含まれていたものとしては他に、ホヤやオタマボヤなどの群があり、これらは、赤作が、オの部分にしか存在しないので、これを、オ作動物という。これに含まれる多くのものは、妖生の時期にのみそれが見られ、生態では消失する。本群は赤作を終生にわたって持ち、また、それが、 道部にまで達するる。ことととからそれと独立の軍と認め石作動物は、従って、石椎動物、お作動物、それに、本群の三つのアモンから構成されている。なお、石作は持たないが得ら、列を持つ者に、反作動物門があり、これも、石作動物と、系統的に近いと考えられている。石作動物門かしら作動物アモンに、分類される。 カシラ作動物アモンは一向一目一か三族からなり、約三十種の原生種が確認されている。ただし形態的な文化には乏しく、どれもよく似ている。種の分類には、近接の数やヒレ質の数などが重視されるが、研究は十分とは言えない。日本近海には、東ナメクジュウを、旧小ナメクジュウをブランキーストマジャポーニカム。 カタナメクジウオエピゴニクシースモルディベンス、オナガナメクジウオエピゴニクシースルーカヨネム、ゲイコツナメクジウオエイシモトロンインフィラムの4種が生息している。このうちで東ナメクジウオが最もよく知られ、長官隊から旋回に広く分布し、かつては普通に見られた。愛知県甘郡市三川大島と広島県三原市有竜島がこの種の生息地として、 天然記念物に指定されている。ただし現在では激減している。蒸気のようにこの類は、脊椎動物の起源を考える上で重視されてきた。この場合、問題になるのは、脊椎動物と本群と母作動物、それに、反作動物の関係である。この場合、最も祖先的なのは、反作動物であると考えられ、そこから、 他の群がどんな風に派生したのかを説明する形になる。ちなみに、原生の反作動物は二群あり、ギボシムシ類は細長く這い回る。虫状、フサカツギ類は固着性で触手を口の周りに広げる。古くは、ガルスタングは19世紀末よりこれについて論じ、フサカツギ様の祖先を想定し、そこから触手ではなく、体内に、エラ、列を発達させたものがホヤ。 お作動物の原型になり、その後に、荒野の妖精がそのまま生活する、妖形成熟の形に進化し、これから頭作動物が、そして、そこから、脊椎動物が出現したと説いた。これに対し、時岡は1979年に、むしろギボシ虫シのようなものから始まり、脊索などを発達させたものから二次的に、固着生活に入ったのがホヤであり、 そのまま遊泳する方向に進化したのがカシラ作動。そこから脊椎動物が生まれたと見た。だが、いずれにしても脊椎動物に最も近いのはカシラ作動物であろうとの判断は一致している。ところが、分子系統の情報が集まるにつれ、脊索動物の中で脊椎動物と姉妹群を作るのはむしろお作動物であることが分かってきた。逆に、 カシラ作動物は、赤ク動物の中で、最も規定で分岐したと考えられるようになったので、ある。改めて考えると、カシラ作動物は、基本的には、左右相称の形を持ってはいるが、根本的なところで左右不対称性が見られる。例えば、発生では、口はまず左側に開き、その後に、正面下に移行する。エら列の発達にも、左右不対称がある。また、 ナメクジン王族では、生殖腺が左右にあるのだが、それ以外の族では右側にしか発達せず、しかも遺伝子情報からは、この類では、右側だけの方が、祖先的であるらしい。他方で、脊椎動物は細部に不対称な例はあるものの、むしろ基本は、完全に左右対称である。とすれば、頭作動物の直接の祖先に、脊椎動物の姿と、 共通するものを見出すのは難しい。カンブリア紀のバージェス動物群、5億1500万年前の一つとして発見されたピカヤがナメクジオによく似ていると言われる。そのため、これが脊椎動物の最も古い先祖と言われたこともある。しかし、それよりやや前のスミエ動物群から発見された、ハイコーイクチスが当初は、カシラサク類ではないかと言われたが、 頭に当たる構造が確認されたことで、脊椎動物と考えられるに至った。したがって、それらの系統の分岐はさらに遡ると考えられる。また、同じく、ユンナノゾウンも当初は、カシラ作類とされながら、現在では、反作動物と考えられるに至った。実用的な利用は、ほとんどない。中国のアモイでは漁獲され、食用となっていた。それ以上に、 生物学上の研究対象として重要であり、何より、脊椎動物の進化に関わって様々な研究が行われてきた歴史があり、それは1800年代まで遡る。例えば、内田他には、この類派脊椎動物の最低1、2金着物なるを、持って、形態学者の研究材料として古来祭も、キバる、ママとある。研究対象としては、ヨーロッパでは、 西ナメクジュオビ B ランキアラートムを、アメリカでは B フローレディが使われ、日本では東なめくじオ B ジャポーニカムを用いて多くの研究がなされてきた。ただし、飼育繁殖が困難である。生かしておくだけなら、餌なしで海水を交換するだけで最大で1年ほど飼育することは可能であるが、結局は野外から採集してきて一時的に維持するのが精一杯でる。 その点が、その利用の妨げとなる。発生の研究でも、産卵期に野外から採集して行うわけで、研究環境は脆弱である。それでも飼育から、類大繁殖の成功した種もあり、安定した飼育法の開発は、進んでいる。この群にはそれに変えられるような動物がいないだけに、実験素材としては重要であり、今後に、モデル生物として、 より利用されることが期待される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。